ではどうぞ。失礼します。こんにちは。よろしくお願いします。今宵も。一人の志願者が。己の野望を胸に。トラへと。挑む。ではまずご経歴をどうぞ。伊達智之。年齢五十六歳。 えー、東京都から来ました、えー、最終学歴は、えー、短大卒業して、えー、現在ゲームエッジ代表取締役をやっております、えー、今回の希望金額と趣旨形態を教えてくださいはい今回は投資でお願いします、えー、と希望金額が800万円です、えー、あなたが思い描く未来の姿は日本の法令を厳守した e スポーツ UPC ポーカーを普及させ世界レベルの日本人のプロプレイヤーを育てたい あのトラその思いを金に変えろ。オールアノーティン、新しい未来をつかみ取れ。キャッツヤファンド。それでは伊達さんの簡単な経歴を教えてください。はい、はいえー。私はですねあの短大を卒業した後、えー、あのオーストラリアにワーキングホリデーで行ってまして、えー、そのそこでですねあのまあいろいろ旅行会社とかいろんなところまああのまあ 仕事をしたんですけども、その後にですね、あの、あの、ビジネスビザに切り替えまして、普通ワーキングホリデービザって1年なんですけども、その後に2年ほどオーストラリアにいまして、えー、それであの日本に戻ってきました。で、日本に戻ってきまして、やった仕事がですね、あの、映画の配給会社の映画のフィルムを販売するような仕事をしてまして、えー、その時にですね、アミューズメント業界と関わることができまして、 っていう会社さんなんですけども、えー、そこでいろんなアミューズメントのゲーム機械とかそういったものの開発とか企画をやってました、えー、その後ですけどもマカオからですね IR 要はゲームセンターの、えー、カジノを一緒にやるという話が〇、えー、さんに来ましてそれでですねあのお前が行ってこいって言われてですね、えー、とマカオに行きました えー、その当時のマカオって今から、えー、25年ぐらい前の話なんですけども何もない本当にひ何にもない、えー、場所でしてね、えー、カジノが一軒あったのかななんかちょっとイスバっていうカジノがあったんですけどそこもなんかとても古いカジノでなんかこうすごくこうなんかわいざつな感じのカジノだったんですねでその時にですねその方たちに言われたのがいやここにラスベガスができるんだとえっ ラススベガスができるそんんななな話ごめんなさいらあじゃあ、えっと、じゃあ、えっと、であじゃあもう簡単に。 カジ,カジノの仕事ししましたでカンボジアでも実はカジノをやってましたそれで今はですね日本に戻ってきてコロナになりまして日本に戻ってきまして今ゲームウィッチという会社で、えー、とあのゲームのソフトウェアの開発とかそういったものをやっておりますじゃ今回のビジネスプランについて簡単にご説明くださいはい UPC ポーカーという、えーとスポーツポーカーシステムをソフトウェアを開発しました、えー、これはどういうものかといいますともう簡単に説明しますと今あの多分日本で えー、たくさん今ポーカーブームでそれこそあの多分日本全国でポーカーハウスとかがたくさんできててると思うんですけども私たちのシステムはそのポーカーハウスそのものをバーチャル上でできる要はオンライン上でできるシステムを開発しました。 あとです、ね、渋谷肉横町っていう場所があるんですけども、えー、そこで,です、ね、実はあのポーカーの我々の UPC の、まあ、サテライトスタジオサテライトルームっていうのを作ってそこで実際にポーカーガールっていう方がいらっしゃるんですその方と一緒にいろんなポーカーのやり方なんかを、まあ、バーチャル上でソフトウェア上でやるっていうそういうお店なんかも作ろうと思ってます。まあ、それとあとあはトトーナメントの開催ですね 実際にあのソフトウェアでトー,トーナメントができますんで、まあ、そういったものを開催したり、あとはそのトーナメントを YouTube なんかで配信してあの、事業化するということを考えております。2023年にゲームエッジ株式会社を作られたということで,そうです、えー、じゃあ、もう1年半ぐらいは、開発は進んでるってことですか まだえただローンチーはしていませんので来月ローンチーしようということで今動いております。でそのビジネスモデルっていうのはなんかどっからお金をもらって誰が儲かるのかって話だと思うんですけど具体的には。 基本的にはプレイヤーさんがですね、えっ、ー、と、だまあ、代理店さんがですね、あの、まあ、いまして、代理店さんは、ま、サブスクで月5万円ぐらい、まあ、お金を、まあ、うち今度、これからお見せしますソフトウェアがあるんですけども、それで、あの、代理店さんがお客様を、あの、自分で確保して、お客さん、プレイヤーさんに、ま、お金をいただいて、それで、あの、運営するっていう感じですかね。うーん 例えばじゃあ、えーとだ、代理店が桑田さんとすると、はい、桑田さんがですね、例えばあの代理店が桑田さんとすると、<laughs> 桑田さんのバーチャルハウスを作りましたっていう話になった場合に、そこに今度は桑田さんが実際にお客さんを、じゃあそこに荒木さんがお客さんとして来ました。で、ポーカーだと、じゃあ、安藤さんも荒木さんも来ました。はい、で、そこでど,どういうお金の動きになるんですか。はい、あそこでですね、一応、ポイントを買ってもらいます。 えっと、じゃあ、荒木さんと安藤さんが、はい、さんからポイントを買う。はい、そうです。その通りです。桑田さんからゲームポイントを買ってもらって、えっ、ー、と、我々にゲームポイントをやるシステムを、これからお店のシステムがありまして、桑田さんは自動的にそこでポイントを販売できる権利があります。うん、なので、ポイントを販売してもらって、えー、例えば、荒木さんが、じゃあ、私1000円分欲しいでら1000円分のポイントを売ります。えー、例えば、安藤社長が、あの、2000円分のポイントが欲しいです、2000円分のポイントを桑田さんから買うことになります。うんうんうん そのポイントは後でお金に変えられたりするですか？変えられません。これがこれがですねあのいろいろとあの日本の法令を遵守したポーカーになります。だってさ、はい、いやいや、<laughs> <laughs> 大切、絶対そうした方が、はい。<laughs> <laughs> ただあともう一つあります。実はですねもう一つの商売としてはやり方はトーナメントです。 はい、これが一番実は大事なところで、例えば日本であのこういうソフトウェイを売る場合ですね、三つあります。一つは販売する方、それから運営する方、で、スポンサー、要は賞金を上げる、まあ、スポンサーの方、これが三社が全部バラバラでなきゃいけないんですよ。これを、例えば、えー、とお金もらうところが、要は賞金を出す。 例えば、ポーカー大会、今回1億円のポーカー大会やります言った場合にですね、そこのお金を集めて、ポーカー大会やります、トーナメントやりますっていうところで、参加料、じゃあ5000円いただきます、1万円いただきますって、皆さん参加料集めると思うんですけども、その参加料を賞金にすること、これは日本の賭博法185条に接触します。なので、我々のシステムっていうのは、売る方、 それと我々運営する方、それとポーカーの賞金を出す方が全部バラバラでやって、うん、それで初めて成立させるっていうことを目指しております。具体的にじゃあ、そのトーナメントをその桑田さんがやりたいと言い出す。はいはい、で、参加者として、じゃあ荒木さんがそのポイントを買って参加する。はいはい、で、賞金はどこから出るんですか賞金は例えば桑田さんの知り合いの方の。スポンサーを僕みたいな募集するってことですね。はいはい、そういうことです。 あ第三者のスポンサーが、はい、ううすじゃあ、荒木さんしたら、じゃあ、じゃあ、そのスポンサーさんが、じゃあ、何でそんなお金出して、何が、あのあの要は、有効なんだっていうことがあると思うんですけども、ポーカー大会やってる時は、ずっと、そこの会社の CM がずっと流れてます。で、それって結構長い間流れてるので、あのポーカー大会って1日、2日じゃなくて、結構なヒントで、ポーカー大会やりますんで、そこにはずっと CM が流れてるっていう感じをイメージしてください。 スポンサー広告費としてあのアンドセン社長はお金を払い、はい、でそれがそのプレイヤーである荒木さんの画面にずっと出ているこれ今の事業っていうのはアンナ・アドバイザーズ株式会社代表荒木アンナ海外不動産投資黎明期先見の目を持ち一ェ事業展開を始めたパイオニア東京カンボジアを拠点に国内外でビジネス展開 YouTube での情報発信で取引実績は数十億円を超える 新進気鋭アンナ社長、タイガーバンディングに新しい未来を立て上げる。これ今の事業っていうのは、あの経歴のところで、2020年の上場会社さんと、あの、はい、合弁があると思うんですけども。はいはい そこと何か関係はあるんですか。あ,あ、そうなんです。実はですね、あのそこの会社さんと一緒にですね、カンボジアでですね、あのバベットっていうところであのビンゴをやったんですね。国境ですね。え、うん、そこで国境のところで、はい、そうです。そこでビンゴ大会をやったんビンゴホールを作ったんですけれども、まあ1月にオープンして2月にあご承知だと思うんですけど、ベッナム・カンボジアの国境が、うん、まあ要は閉鎖されまして、カンボジアに3年ぐらい幽閉されてしまいまして。 でそれで幽閉されてから、まあ、うちの,あの、まあ、オーナーが、まあ、オ,ーナーオーナーさんというか、まあ業,まあ、業務提携してる会社の社長さんがです、ね、日本に戻ってきなさいとそろそろなんかあなた面白いからということで戻ってきまして <laughs> あなた面白いから <laughs> <この><笑><笑>あお面白いから戻ってこいと言われまして、えー、戻ってきまして今回いろいろソフトウェアを協力してもらって今回のソフトウェアを作りました。あじゃゃあまだ一緒にやっってらっしゃるとうんそううですね、まあ はい一緒にやってます伊達さんって何に関してすごい方なんですか、そのなんかシステム開発に関して僕はもう完全に営業です、はい、営業、はい、も,うもう根っからの営業です、だからあの実はですね、ポーカーのルーム、あんまり知らないんですよ。っていうのは、えー、これ、ですね実は、できるあのこれ、本当にあの皆さんあのびっくりする話だと思うんですけど、カジノのです、ね、従事者は、ですねカジノでやっちゃいけないんですよ。 あはい、確かに僕は実はですねあのずっとマカオであのアメリカ系のカジノ会社にいましたのであの一切あのゲームをやっちゃいけないんです。もしそれがもしバレて僕があの他のカジノに行ってバカラをやってこうやって,こうやってあのカウンタがが巡っちゃってそれが上カメラカジノは上にサーベランスって上に、まあ、スカイアイとていうのがありますからそれで見られてああいつ今日来てるぞって言われてそれをレポートされたら僕はその場でカジノはファイヤーです。 っていうのハそんな面白かったかいや面白い <laughs> い<ー>いやいやいやそうです当,当,当。本当そうなんですよ前のめりで挑む序盤戦明るいキャラクターで虎たちの心に訴えかける志願者勇猛果敢に攻め込む序盤戦一体 ところがる。確かにポーカーというかは、この前もだからビンゴホールもやってるし、はい、なんかこう。なんだろう、なんか作り手さんですよね。はい、もう作り手でございます。はい、そうですよね。はい、な、なんでそんな作りたいんですか。 いだってほかにもいっぱいあるじゃないですかオンラインでポーカーできるの,あのです、ね。僕らは実はオンラインカジノっていうことに関してはあまりタッチしてなかったんです、うん、それはなぜかっていうと日本の国はまだオンラインカジノを認めてませんから、うん、要は刑法185条っていうのがあるんですけども日本人はカジノをやっちゃいけないんです。うん、ただ日本海外ででるののは全然然構わないです日日本本条は国,事国内法ですからと当然あの例えば日本人 が韓国に行こうがラスベガスに行こうそれは全然問題ありませんただし日本人がオンラインポーカーで爆唱した場合どうなるかとなるとお金の送金ここが今日本のあの政府が一番目をつけているところです勝ったら当然そちらの国からお金が自分のことに来るじゃないですかそれでえ賭博補助罪要は賭博と送助してる警察の方はあのそこのやっている企業を 取り締まるることができるっていうこと最近ねあのユーチューバーさんも捕まっちゃいましたしねそうそう、ええ、だからそういうはいだから僕たちはそういう法律をものすごくマスターして今日本に今回実は2020 2030年に大阪に初めて日本にカジノが来るわけじゃないですか、まあ、そういうこともありまして今日本の国はそういうあの家計トラックとかそういうものに対してものすごく今。 あのきつくなってるっていうのが今の日本の状況でございます。でも、それきつくなってるっていうのは、まあ、わかるんですけど。ただ、それをかけずに、ゲームとしてやるだけだったら、そういうソフトっていっぱいあるじゃないですか。はい、それが。 トーナメントみたいのをやって賞金出るって話だったんですけどそういった賞金出るようなものもゲーム内でいっぱいある気がするんですねはい、あのすごくいい点をご指摘しててありがとうございます待ってましたね、その言葉を実はですね、あのポーカーゲームはいっぱいあるんですいっぱいあるんですでもそれはやるだけですよでも事業者としてやるっていうことありますか 要は自分がポーカーゲーム屋さんがオープンできるんですこれが違いですでもトーナメントやるにしてもスポンサー集めるの結構しんどくないですかはいそういいすごいいいも <laughs> 待ってました美味しい私はいおーおー実はですねああ韓国とか、はい、インスパイアとかはいスポンサーに関しては全く問題はないですそんな一位代理店がそういうところからスポンサー引っ張ってこれるもんだから我々の存在があるわけです あじゃあスポンサーを我々が要はそこをあの我々はそれをフランチャイズそういう我々はそういうところをまあ要はスポンサーどうしてあげるでも先ほどの話したとなんか代理店5万円で慣れちゃうんですよねそうです結構ハードル低くないですか それででいいんです結局我々はあの一番何が欲しいかっていうとやっぱりポーカーをやってる人たちのどれだけの要は属性とかそういったものが欲しいのでそういったもので要は例えばじゃあ日本でこの大会やる10万人の大会やりますはい MGM さん1億円出してくださいそしたら喜んで出しますよ。例えば代理店が、はい 100個あるとするじゃないですか、はい、例えば。そういうこともできますし、小さいミニトーナメントから大きなトーナメントまで、それは要は、あの、 いろんなパターンででき通常トーナメントやるにしても、はい、ユーザー側、まあ、使う人いますよね、はい、僕が例えば、はい、えとそこでやろうと思ったら、はいはい、人数がいっぱいいるトーナメントじゃないとなんかあんまやる気しないようない、まあ、例えば,なんですけど例えば変な話ですけど、はい、えと桑田社長がです、ね、もう自分の個人的な桑田杯やりましょうとじゃあ、やりましょうじゃあ賞金が、えー、と10万円とします。 例えばじゃあうちはですねうち、うちの会社で肉横丁っていうのがまたこれ変なのがあるんですよ、渋谷に。でそういう渋谷あの肉横丁, <laughs> 肉横丁、肉横丁がありまして、例えば肉横丁から、生 <laughs> 田さんがじゃあポーカーたけ、じゃあ肉横丁の宣伝してくれるんであれば、じゃあ肉横丁から肉横丁の商品券を5万円分だ、10万円提供しましょうっていうことが簡単にできちゃうわけです。なるほどね、はい すみません僕あまりポーカーやらないんでちょっとこのオンラインとオフラインの良さが株式会社ネルプ代表稲葉バ令和の虎史上初の連続完全オールを達成メタ社公認アイステップ生みの親が次に打ち出すのは X 社公認の新サービス x ステップ。 革新的自動変身ツールの力でインフルエンサーのさらなる飛躍を後押しする SNS 革命家が求めるバイルビジネスいかなる志願者に「いいね」を送るのかオンラインとオフラインの良さがあまりオンラインの良さがあまり分かってないんですけどあ結局ですねポーカー大会するためにはですねポーカー皆さんやっぱりその、えー、とポーカー,アースに行かなきゃなんないんですよ。 そうですよねやっぱりあれって空気感とか、はい、目,目と目を目合わせてあ嘘ついてるのかとか、はい、そういうのを見るわけじゃないですか、はいはい、オンラインだとそういう緊張感がないのでなんかどこまで面白いのかなと思ってあのですねオンラインのいいところはその緊張感がないところなんですよお気楽にできるとうですね、はい、でですね実はこれに大きなポイントがありますなぜかというと2030年に日本に カジノがやってきます。その時にどうなるかっていうとですね、日本で初めてスキルゲームで堂々と毎日24時間、スキルゲームで、要はお金が遊べる、そういう時代が間もなくやってくるんです。6年後にやってきます。で、そうなった場合どうなるかっていうとですね、今までのあったパチンコ、競馬、宝くじ、まあ、京いろんなのありますけど、全部それは偶然でやってるゲームなんですよ。だからスキルゲームではないんですよね。 だ今まで日本にあるゲームはすべて実は偶然性でできているゲームで要はお金お金っていうかまあかけてるまあわかりますわかりますよねはいすいませんまあスキルが必要なのわかりますさあというわけでねはいここでひろゆきさん「ギャンブルやるやつはバカ!」はいの名言を残してますはい今まで聞いていかがですかうんなんかよく喋る人だなと思ってうまいよ普通にうまいっすねうまいです よく喋る人だなめちゃめちゃしゃべるすいス,スキルゲームでいくと僕はあの格闘ゲームの大会自分で主催して賞金出したことあるんですよね、はい、なのでなんかちょっと嘘が混じってるなと思っておおおお要は今までないって言ったけどあるあ僕はやってるってことですよね、うん、スキルゲームで格闘技ゲームでえっとそれはえっとあの認められてる法律で認められてる もう普通に宣伝してやって、<ー> e スポーツってこと、まあ、<あ>です,ですね。まあ、えー、e スポーツですね。e スポーツですね。うん、僕が言ってるのはカジノの話です。もう個人、オンラインのそのカジノですよね。だからあのオンラインのゲーム大会僕,僕が今日言ってる話は先ほど言ったのはランドベースカジノの話をしています。あのオンラインとはちょっと別です。うんえっと、僕あのスキルかどうかって話をしたんですけど、要はスキルで勝ち負けが決まる格闘技ゲームっていうので、はい。はいはい かけて、はい、でまあ,あの、まあ、そのか,かけたわけじゃなくてその勝、はい、ったら賞金出すっていうのをやりましたよそれはえっ、ー、とごめんなさいあのえっ、ー、とごめんなさいどういう形で賞金出されましたか優勝した人に賞金それは誰がえっ、ー、と主催者が分かしたりスポンサーが出しましたかえっとき域杯だから僕ですね主催ですからうん広域さんはでも格闘技ゲームはしないですねすいません,んあの僕はっきり言っちゃって言いますかこれは日本の法律でグレーゾーンですはい以上です なので普通にやりましたけども、ですでもグレーゾーンかもしれないですけど、2015年でもう9年ぐらい経ってて、何の問題もないのでいやでも多分それが本当にえ今回、例えこれ、いろんな方が見てると思うんですけども、例えば、ゴルフがあるじゃないですか、ゴルフのトーナメント。あれ、ゴルフ場、みんなお金取るんですよね、プレー代取ります、ゴルフ場は。でも、ゴルフ場からは絶対に賞金は出さないはずです。出しちゃったら、賭博法に接触しちゃうんで。 なので、ルフはあれはゴルフ場にスポンサーしている、例えばトヨタ自動車とか、そういうところがお金を出すっていう、要は主催者側絶対に賞金を出しちゃったら、これは日本賭博法にきっかかるあの。同じ話は分かるんです、はい、ただやりました、で<あ>僕、今のところ、全く捕まってませんそれれはラッキーだったかもしれません。 じゃあ別に百頭分で都合放してやいやそれはそれはいいする人は大事で、その方する人は大事ですよ。いや要はあの僕は要はあの犯罪者であるとおっしゃってるんで、それを確証させましょうよ。いや僕は違うと断言してるので、じゃそれが犯罪者であるとおっしゃるならば、それはそちらで証明していただくと。あごめんなさい。よしわかりました。犯罪者として証明していただくとはですね、えっとあのこちらの別紙資料にですね。 そこ戦うの,ん戦うのね伊達さんの資料がどうこうの話じゃなく、それはあの警察に通報してどうなるかで証明できるじゃないですか、伊達さんの資料で証明することないじゃないですか、裁判官でもないじゃないですか。えっと今、ここでそんな話しちゃっていいんですか僕はちょっとあんまり、あのい,やまあ、いいんですけど、でも今、ひろゆきさんのもう一度言ってみますよ、ひろゆきさんはご自,自分で格闘技ゲームをやりました。お金はどうしますか参加者が お金は、賞金がもらえる。参加者が買ったら賞金がもらえる。え、ごめんなさい。かし参加者からお金もらいましたかはもらってないです。あ、それじゃセーフです。はい。お金がもらわなかったら問題になります。なので、スキルで戦って賞金をもらうというのが合法でできました。それはグレーですか合法ですかそれは合法で。だってお金もらはい、じゃあ先ほどの説明と違いますよね。いや、ごめんなさい。あの、今僕が言ってる話っていうのはね、お金スキルで戦って賞金をもらうのができなかったとおっしゃいました。お金をもらって、お金をもらって、プレイをする。 ゲーム。要は、ポーカーっていうのは、無料ではやられませんから。あのポーカーでも何でもゲームっていうのは、お金を払ってやるゲームですから。カジノもそうですけど、お金払うのタダでやって、それはだって、タダでやって、賞金出すのは何の、何の問題もないじゃないですか。 うん、でもだから僕はだから、ひろきさんが、ごめんなさいね、ひろきさんがそこの参加料を払ったか払わないかっていうことを僕に教えてもらえれば、僕はあのそこで、それは参加料払ってないゲームであれば、それは全然問題全くないですし、参加料を取ってるゲームであれば、それはも間違いなく日本の法律で引っか,かかりますよっていうことを今おっしゃったこのポーカーも参加料を取らなければ、主催者が賞金を用意していいんですね。はい、もちろん <laughs> どんな顔してんすかお酒 <laughs> を買うっていうのはあ、はい、あのお金出したことになんないですか ポチ要はゲームセンターでコインゲームで遊ぶだけです、うん、それは全然問題ないじゃないですかこのゲームには2つのソフトが入ってますうん、うん、要はシットゴーっていうのはポイントで要は遊ぶだけだからコインを買ってゲームセンターでコインゲームで遊ぶそれは全然問題ないじゃないですかそこに対しては一切のお金は換金はできませんせっかくなんでなんかこう画面返してもらって、はい、う確かにはい、うん、分かりました一つのことに集中するタイプはい分かりました <laughs> 日本におけるギャンブルの現状 志願者が思い描く新しい未来司会ひろゆき vs 志願者激論が展開する物語は怒涛の後半戦へということであの今日お,お呼びしておりますあのうちのオールインバッジをよろしくお願いしますはいよろしくお願いします、はいはいはい こんにちは。えっと、私は UPC ポーカーの PR 大使を務めさせていただいております。王林ン長と申します。よろしくお願いします。今回、あのね、実際に画面を見て、あの、プレイしていただけるようにご用意いたしましたので、ぜひ皆さんでやってみたいと思って、あのね、呼んでいただきました。 ので、えっ、ー、とまずはそのソフトウェアを皆さんのところにお配りしたいと思います。まあさっきちょっとスキルのお話されてたかと思うんですけど、補足させていただいてもよろしいですか。うん、あのスキルゲームで確かにイ、e、ンスポーツという形で、あの賞金を取るというのはまさにある話かと思いまして、あのそれはあのポーカーでも例えばパラダイスシティへの渡航費を上げるよみたいなのをやってるじゃないですかたまに。うんうん、ああいうのはあのお金かけてないからできること。うん だと私は認識していますでその上で,です、ね、スキルゲームが日本で初めてできるようになるって伊達さんが言っていたものはあくまでカジノの中の話でありましてカジノのリングゲームですねリングというかキャッシュゲームがポーカルームができることによって実現ができるようになりまして日本で初めてキャッシュゲームができてふらっといったらそこでお金が稼げるようになるっていうことを言いたかったんだと思っていますすすありがとととうううございいます職業ギャンブラーってここででよねあそういうことです。 うん、えっ、ー、とそれでは渋谷イーガールズの皆様よろしくお願いします。お願いします。すごいですねね。すごい。フーツァスを思い出すようなね。<laughs> 確かに,確かに,確かにはい、私たち渋谷イーガールズと申します、はいえー。昼川舞です。 ええ、須藤さくらです。塩崎マリんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。最後。それでは、あのタブレットの配合、よろしくお願いします。ここにいるメンバーはどういう役割でいらっしゃるんですか。この、あ、彼女はですね、あの、実は、このわれが作る U. P. C. ポーカーの。要は、P. R. 店舗で、ポーカーを、あの、教えたりするあのスタッフでございます。はい。はい。渋谷に行く、こちに行くと、います。はい、ええー。こあるんですか。 行きたい。<laughs> はい、来てください。お願いしますお。おいでください。もう喜んで。<laughs> ちょろいな。ちょろいな。<laughs> 元気出てきた。<laughs> あの、あの人ちょろいな。<笑><笑>じゃ、配ってください。はい、はい。よろしくお願いします。はい、お願いします。これ、U. P. C. ってどういう意味ですか。えーっとですね。U. P. C. ってですね。アルティメットポーカーチャンピオンシップの略でございます。 いや絶対覚えてなかったですよ。<laughs> 僕ねあの東北人なんで滑舌が悪いんですよ。すみません。なるほどはいすいません。アルティメットの方なんですね。はい。はいそうです。まずはあのー、お試しということでシットアンドゴーをご用意させていただきました。私がいる。お<ー>アンナ様もうなんか魔法使いみたいな。<laughs> 髪が紫ら切断されてるけど大丈夫なの？うん、あ大丈夫ですかね切断されてる。あつながりましたね。 よかったたですこ、はい、こんなな感じで、はい、はーろしししししくくお願いしますしお願いします、はいいいまれ参加ててももちなみにこれえ確かに私自分の反応見えるんで見ないでください。 今のはわざとやってますんでああそういうことねこれは自分の画面を映してますので見ないでください上を見ちゃいけないってことで上見ないでください私エース7なんて持ってないです大画面でやると大変だなバレちゃってでえっと操作方法は下に書いてあるここを押すんですよこれ これ今安藤さんの番ってことですよね。今、それんないです。そうですよね。受けて立つのか、降りるのかってことですね。こっちが降りる？フォールド。フォールドっていうのは降りるって意味です。これはえっと右下に役あるんですよね。五枚で役を作るんですけど、ツーペアとかスリーカードとかフォーカードとか、同じ数あればまずですよね。全然適当でいいです。適当で大丈夫です。じゃあ行け。

きた。ええ、まあ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 。アンナさんは、あの自分で考え。自分で。まあ、ワンチャン、もう一回。ワンチャンあります。また私。アンナさん、ワンチャンあります。じゃ、また行くか。これ三人残るって、この。中では、結構すごいことですけどね。この落ちたカードで。そうですね。ああ。やばい。またきた。まあ、それは自信ありますよね。自信あります。強い。強そう。強そう。うん。

もう次何回もゲームできないんで勝負かけましょうこれこっちいけ行けおいもう分かりますよ反応でまさかのストレート引くっていうまあまあ分かりやすくねやったほうが視聴者さんも分かるでしょおおおおおお 実際は顔合わせてないですからね。うん、そっか、そっか,か、そっか。実際は。あと渋谷イーガールズ、なんか仕事した方がいい。<laughs> <laughs> 本当に、うん。どうします、続けます。いや、まあでいいいです、一回、一回ですはい、じゃ、はい、これで、はい。こういう感じで。はい。はい。こちらを作成したのが、マネージングソフトっていうのがありまして。こちらご覧いただければわかるんですけれども。えっと、トーナメントが簡単に。 あの作れるソフトになっておりましてこれは管理代理店がいじれる画面べでそ、ねはい、れが先ほど言った5万円のソフトウェア、うん、月々5万円で作れるソフトウェアの裏,、はい、裏バックあのダッシュなんかフランチャイズみたいな感じですよねそうです面白いですね5万円でお店持てるってなかなかね、うんはい それで、えっと、詳しい方のためにはちょっと補足なんですけど「ノーリミット」テキサスホールでも今プレイしていただいたんですけれども、はいえっと、それ以外にもオマハやドローゲームスタッドゲームなど多数そろ、うん、えておりますのもゲームの種類ですよポーカーの種類ですはい、はい、はいろんな種類ありますのであのいっぱい作っていっぱい遊んでいただけるような仕組みになっております、うん、素晴らしいえっと渋谷イーガールズの皆さんは何かあのアピールないんですか <laughs> えー、来月から、えー、渋谷の陸役場の方で誰かしらがいるので遊びに来てください。はい、待ってます。はい、私も交換好きなのでぜひ皆さんと一緒にやりたいです。100倍！ありがとう。とう <laughs> 何人に今お金出したんですかね。<laughs> でも何人？はい,い。ありがとうございます。ありがとうございました。 彼女たちにチップをあげたいですね。<laughs> うん、それチップなんですか。<laughs> これチップです。じゃあ番長また戻ります、ね。いますはい。日本人受けしそうなね、そのキャラクターの選択がいいですね。はい そうですね、あとですねここのこの画面なんですここにこの画面全体にスポンサー入れることもできますうんですからこ,ここの画面はさっきのほどの,あのマネジメントソフトによっていろいろとここの画面を変えたりこのラッシュを変えたりとかこのマークを変えたりとかといろんなことができますーですから当館やってる中はずそれがずっと映ってますんでもっと豪華にできるんですかその周りに例えばそのサッカーみたいに電光掲示板みたいなのをわーってやったりとかも,、はい、もちろんやります やりますはい、まだ、あ、そこまで機能はないですけれども、できることです、ねはい価値これ、ちなみにあの法人契約をする人っていうのは、どういう人をターゲットにしてるんですか、要はもう本当にポーカーに興味があって、こういう事業をやってみたい方、実際にポーカーハウスを自分でやるとすると、実際に場所借りてディーラーさん入れてさ何千万ってやっぱり、そんなにいっぱいいますかね。 今ポーカー人口が大体これからですねあの要はポーカー人口っていうのは右肩上がりであの上がっていくと思うんですその理由っいうのも先ほど言った簡単なことで要はポーカー以降でルかっこいい大体渋谷の Z 世代のおそらく3割から5割の子たちはポーカーを皆さん知ってますやり方を、うん、でこうやってみんな実際ポーカー屋さんに行って例えば、はい、ポーカーが流行ってるってすごく人気なのはすごい分かるんです僕もやりますし、はいはい あのわかるんですけど、はい、例えば僕ポーカー、そこそこ好きなんですけど、はい、だけど。自分でやろうと、まあ、やって、ここを人に集めて、お金を取ってやろうとは思わないんですね。はいまあ、で、まあ、それを、はい、それをやりたい人って、どういう。そうですかね。だから、やっぱり、なんか、なんですかね、自分でサイドビジネスやりたい方とか。まあ、インフルエンス力があったりすればいいってことですよね。はい。ジーエーテクノロジーズ、タイランド代表取締役、CEO アンドコウイ 日本をはじめ東南アジアにおきる不動産事業多角的経営で躍進場を動かす高額出資から流れを読むのっかりの安藤まで縦横無尽そして驚愕、手にした称号はむえたい世界チャンピオン本番マレーノトラ戦う日本人を神の手が救済する まあインフルエンス力があったりすればいいってことですよね。で、あとはまあ、あの賞金とかを。ものすごく高くすれば、注目度は見るかもしれないから。プレイヤー増えるかもしれないしみたいなところ。おっしゃるとおりでございます。うん、賞金を高くするはできないんですよね。いや、あの、えっ、ー、と、えっ、ー、と、トーナメントは行ってきます。 んそれ主催者が賞金を決めるっは、それはスポンサーがやります。なので、高くするというのは主催者側はできないんですできません、スポンサーはできませんけれども、例えば高い、われわれが例えば、こういうことができるんですよ、例えば、えー、とちょっと番長、もう一回お話ししていくあの、例のトーナメントでやる、お金ではなくて、大体1い十8時半に説明終わるので、あああの時間取っていただくと<あ>いいんですけど、途中でおっちゃうと思いますよああそあのすごいね、もう時間もう1時間経ってるんですね。あれだ トーナメント戦で、要は大きなトーナメントやるときにです、ね、要はお金じゃなくて、サポートすることができます、例えばなんですけれどもアジアポーカー、アジアポーカー APP とか、はい、そういうツアーのお金をお出ししますと、だ旅費を出します、参加料を出します、ホテル代を出しますっていうような、そういうアドバイスをすあの、サポートをしたりするっていうことは、あの多分主催者側ではできると思います、今はそれ、記者さん側はやってます実際に。か、スポンサーさんにお願いするってことですね。 その2つがありますそのスポンサーはさっきあの伊達さんがあの結構いらっしゃるっていうふうに言ってたと思うんですけども、はいはい、絶対大丈夫なんですかというのは例えばじゃあ僕が場を開きましたで賞金100万円にします、はい、参加者2人しかいませんでしたそれは成立しませんからあの試合として成立しませんからポーカーそこにはスポンサーさんはつきません。 でそのスポンサーがつく条件は何なんですかやっぱりある程度の条件っていうのは、その大会が大きな大会であることが条件。例えば、それが1000人とか2000人とか5000人とか1万人とかっていう。あじゃあ、1000人集める人じゃないと、賞金はつかないた,ただ、それは1000人っていうのは別に、あの、その1人の人が1000人集める必要はないんですよ。フランチャイズさんって、例えば、うち、まあ、例えば、まあ今回、まあ、まあ、例えば例に出すと、桑田さんはい、やります。<は>っていうことを、まあ日本のエージェントさんに言います。 要は我々自体に、このシステム自体にお金を、ポイントを買うシステムは載ってないんですよ。なので、必ず代理店さんから買うしかないんです。僕らはショップってことですね。そうです。はい、えっと、その、今の時点でいくと UPC さんが戸場を開く側になると思うんですか ?UPC はあの場所を提供する。要は、あの場所を提供、えっと、そのエージェント室桑田さんがっていう先ほどの例でいくと、まずどなたが戸場を開くんですか戸場自体は我々が、賭場っていうか、このシステムは我々が、あの、 もちろん管理しますああ。その大会を開くのは誰なんですか？大会は例えばあの小さな大きな大会でも我々も開きますし、そらいろんな会社が開きます。 例えば、えー、UPC さんも開くんですか。かもちろん大きい内も開きます。例えばじ稲葉さんが大会を開きました。はい、で、ポイントを桑田さんから買っていいんだったら。はい、桑田さんのところにお金を払って、稲葉さんにはお金が入らない。い<や>でも、稲葉さんは大会を開いてるってことが成立するんですか。えっとですね、これちょっと言うと、ちょっと、えっと、こ,こ、こ、今のがあるのかないのか、ちょっと分からかった。え、ごめんなさい。えっと、四分畑でポイントをどうできる。いや、そう、できる、要はポイント、で、できるんですか。はい、できます。 そしたら稲葉さん、だって大会、なんか、スポンサー一生懸命見つけて、大会開いて、桑田さんを思うけど、あのあの大会、これちょっと、大会するときにですね、手数料が入るわけですよ。ですよね。手数料が入るんです。何パー入るんですえっと、われわれが考えているのは、ベタリティーでは60%、またポ、でもトーナメントは10%ぐらいです。あ、そこはまた違うんですね、はい。トーナメントとリングゲームはちょっと違います。 となめて、やっぱ機械が大きくなりますし、あのサーバーの大きくなりますし。あとは、やっぱり、その、なんだろう。あの、いろんな経費が、やっぱかかります。宣伝したりとか。か結構簡単には開けなそうですね。 まあ簡単には開けないですけどもただ小さな小さな例えば個人で買った場合です例えばあの例えば小さな、えー、とスポンサーであれば例えば我々が例えば100人200人であれば、まあ、我々の,あの例えば渋谷肉横丁っていうところがサポートして商品券をお出しするってこととかはできます。たた例えば僕ユーザー側のメリットがいまいちわからないんですけど。 株式会社一位不動産代表寺田隆関東拠点に不動産事業を展開物件購入からデザインリノベーション販売まで自社で行いこだわりの住宅作りを実現する5年で売上は10倍グループ売上は20億円超え一期一会を重んじる不動産のトラ三戦千載一遇の出会いが志願者を新しい未来へと導く ちょっとユーザー側のメリットがいまいち分からないんですけど僕がポーカーやるとするじゃないですか、はい、それゲームでタダでできるポーカーがいっぱいあってそれを友達同士で集まってやることで,できますよね、はい、それをなんでわざわざ桑田さんの、えー、と開いてるところに行ってわざわざ買ってやる必要があっんですか プレイヤー目線からすればやっぱり面白い要は要はえと情報とか大会に出れるというところが増すわけですよ。あの要は我々のポーカーを要はやることによって我々はそこのポーカーのお客さんに対していろんなインフォメーション要はうちの方でいろんなこういう大会をやりますよ何すぎますよとかインフォメーションが常にダイレクトメールで送ることができるしそれは代理店さんから桑田さんのポイント買わなくてもなんかメールアドレス登録すればきっと情報がそれはだからうちはそういうあの要は宣伝はしますけど その時にポイント買うのは桑田さんとこのお客さんは、桑田さんとこお客さんしか買えません。えっと、なんか、多分同じ質問してるつもりで、毎回それに答えられてない気がするんですけど。まあ、も,もう一度お願いします。要するに、これ、例えば、えっ、ー、と、僕が、今の話だったら、僕がプレイヤーとしてやる場合に、桑田さんから、 ポイント買いますよね。はい、でも普通に考えたらただでできるゲームがいっぱいあるのに、はい、桑田さんからポイントを買ってただ遊ぶだけだったら意味がない。で大会の時大会があるっていうんであれば、はい、普段はこっちでゲームをやって大会の時だけは無料のゲームですよね。あ、そう無料のゲーム。はいはい、でそれをただ大会の時だけ桑田さんのところであの参加すればそれで終わってしまう気がするんです。それはそれでもちろんそれでそれは成り立ちますけどもただ UPC のやり方要は普通の今のやってるアミューズメントゲームよく見てくださいあの見ればわかるんですけど。 演出がすすごく多いんですよやっぱりゲームなんでやっぱりいろいろとあのんだろうなだから要は演出がいっぱいあると本当のプロポーカーをやった時にその演出はすごく邪魔になるっていうのはあります。でも演出がない多分ゲームもおそらくあるじゃないですか。 その時に、うん、その時に今の,このユーザー側の人が何かメリットがないとやらない気がすするんですねまあメリットというのは当然、われわれはメリットというのはそういう大会の,、まあ、要はその宣伝とか、まあ、そういったものをまあ優先的にもらえるそ大会だけに使われるサービスになっちゃいそうな気がします、ね、まあ大会とか使いながらもでも実際にシットゴー、まあ、これシットコーンというリングゲームでは実際にそこでプレ,実際プレイして要は日本中の方とプレイできるわけですよ。 世界中開会が開かれてるっていうのが,のが,うのが株式会社組織の左腕株式会社通販のトラ代表桑田流星細事業で培った緻密な人材育成経験をもとに生み出す感情と仕組み化を掛け合わせた組織の左腕日本中に眠る驚きを忖度抜きで販売する通販のトラ主催圧倒的爆発で培われたトーク力で見せるウルー理屈の魂で調整しつける歌舞伎町のウォルト・ディズニー 最高はだから大会が開かれてるっていうのがしかも結構多めに開かれるっていうアプリなのかソフトだったらニーズはあると思います、うん、なんかその真剣勝負をしたくて無料でやるようななんかお遊びでなんかイライラするよりはそうちゃんとそれぞれがポイント買って参加してるようなものでなんか緊張感ある中でやりたいって人もいるんですよ。 うそうだから大会が多く開かれるっていうふうに考えるんだったらこの UPC はありかもなっていうのはちょっと思いますね桑田さんならやりますうんまあ大開く側でやりたいけどでも開く側にしても何か何人から何人までで賞金どれぐらいが個人で開ける限界なのかがさっきの説明だとちょっと難しかったなっていう。100万とか超えると,とか参加人数が1,000人とか超えるんだったら UPC 側でしかできないみたいな。 ちょっとニュアンスに取ってたんですけど。あ、それは違います。我々の仕事っていうのは、あくまでもその代理店さんのサポートなんですよ。はい、例えば桑田さんがやるじゃないですか。じゃあ我々はいろんなスポンサーさんを集めてきて、じゃあクワさんがじゃあ1000人大会しますって言うんであれば、じゃあじゃあ UPC 側としていい、その1000、うん、人集める人ってほぼいないと思うんですよ、ね。すごい難しいえ、<で>横澤さんクラスですか。<laughs> その代理店い一人僕がなったとしたら、はい、何テーブル持てるんですか？ あの代理店さんは基本的にあの事業者代理店さんであればもう無制限です。じゃあもうとんでもないだデカ箱を運営もできるっです我々は一応このシステムはですね一応500テーブル5000人までは一緒にできるテーブルになってます。ただもっとそれが拡張していくんであれば将来的にはそれが5000テーブルだろうが1万テーブルだろうがそれはもうサーバーの容量だけの話なんでそれはいくらでもいはいもちろん、はい、これは有名な人を集められる人は、うん メリットある可能性があるけどまあそれってそんなに数が多くないからやっぱ低単価でたくさん集めるっていうのは何かちょっと厳しいんじゃないかなっていう気がします、ねまあまあ、ただ効果は確かにコミュニティビジネスなんで、うん、結構そのオープンチャットとかも盛んですし。うんうんうん まあ、参加人数に困るってことは実はないのかもしれないけど仲いい者の同士を呼ぶぐらいであれば8人ぐらいですよねマックス10人です、ね、10人いけまぐらいだったらワンチャンみたいなのもあるけどちょっと繰り返しになっちゃうんですけど、はい、このコインを買うタイミングっていうのは例えば僕は寺田さん経由で多分このサービスを多分登録とかあるんですよね。はいいありますすアフィリエリエイイトンクとかかでで紐づくみたいなイメージですか アフリエイトリンクもありますしもちろん個人的に LINE まあライン、まあ、コミ本当のコミュニティですよね LINE コミュニティ作ったりアフリエイトリンクとかまあ、まあ、なんか僕が思ったのは、はい、僕がインフルエンサーだったら、はい、僕経由で、まあ、登録してくれた人は僕にひも付いて、はい、その方々がコイン買ったたびに自分に入ってくるシステムだったら、はいはい、そういうことですじゃあ僕は寺田さんで入ってじゃあ桑田さんからコインを買うことはできない、はい もちろんできますよ。その時、桑田さんのそのコイン買った時は桑田さんの要はでも僕経由で最初入ったのに、はい、桑田さん経由で買われちゃった僕に収益入んないじゃないですか。あ、そこはですね、あのまあいろんなですね、あのブロックするいろんなあの機能が入っています。アカウントを作るじゃないですか。最初のアカウント。アカウント作った時はアカウント作ったところでしか買えません。うんうん。 だからそのアカウントを作るのも代理店さんを経営したアカウントが発行されるんですよ、うん、ですからそのアカウントはその代理店さんはあの例えば、えー、稲葉社長であれば稲葉社長のところのアカウント稲葉社長がアカウントを作ったんであれば稲葉社長のアカウントからでしかポイントは変えません。だからのただそののポイントはあの要は要例えばあのあの桑田さんの 要はそこで何を僕たちの仕事何かっていうとそこで買ったコインを揮発化させる要は買ったコインを要は、まあ、カジノですかカジノっていうかまあソフトウェアですから結局そこで必ず5%ずつ揮発していくわけですよゲームするごとにコインが揮発していきますから結局その分がどんどんやればやるほど揮発していきますそうすると揮発していくことによってどんどんお客さんが まあ要は何回もおかわりしたり何回も買ったりとかっていう形で要はあの売り上げとしては回っていますね。とい皆さん質問がある方は一人一言一個ずつでちょっとゲームのねとかなんかそういう説明が長くなっちゃったんですいません、うん、なんか最終的に僕たちが出したら株式が 20%800、はい、万で20%ってことですしかもあのもしあの えー、ご希望であれば取締役にも就任していただきまい取締役はい <laughs> どうぞはいどうぞ要はそれがメリットなのかは分からないけど <laughs> あ要は要は何をしたいかっていうとあの今回私たちはやっぱり令和のトラハイやりたいんですよこれでああなるほどね令和のトラハイやっていいかどうかは誰が決めるのいや今この質問に対しての回答を誰も持ち合わせない気がする<ー> <laughs> 他に質問のある方はいらっしゃいますか。えー、では、時間が来ましたので、だ瀬さん、最後に一言お願いします。ラ<の>ストセーブメントです。最後、あの。もう一回、あの、読んでもいいか、構いませんかね、ポーカー。絶対自分でやった方がいいっすよ。いいっすか、すみませはい、じゃ、あ皆さん、すいません。あの、長いご、ありがとうございました。ぜひ、あの、よろしくお願いいたします。はい。終わり?。はい。 短っそ <laughs>、えー、<laughs> れだけ途中に <laughs> ください壁の方を押すだけでシンプルなはい、はいえー、ファイナルジャッジメントタイムですいざ実践ポーカーを体験するトラたち盛り上がりを見せるタイガーファンディング続く議論で事業計画の全貌を探るそして迎える最終局面 導き出される。答えは。思いついたのは、そうですね。リライブシャツというシャツなんですが。えっと、それでは、もうでもみてください。はい、えーはい、すいまえー、それでは、ただいまより、最終判断に入ります。で、最初は稲葉社長、お願いします。すいません、僕はナッシングで、はい、お願いします。そうですね、なんか。 最後までちょっとこのシステムの良さというかその代理店がすごい大切になると思うんですけど代理店のメリットとかこの事業をスケールするっていうところまでがちょっとイメージできなかったのでちょっとお金出せないなと思いました続いてでは寺田社長お願いします、はいえっと、僕もナッシングで えっとちょっと前半少しやっぱ話が長くて事業がよくわからなかったなっていうあの全部聞ききれなかったなっていうのが一つともう一つやっぱりこのそれだけ集められる人っていうのはそんなに数多くないんじゃないかなっていうところであのまあこの収支計画やっぱりかなり非現実的なんじゃないかなっていうところでちょっと難しいんじゃないかなと思ってしまいましたすみません続いて荒木社長お願いしますはい私は200万円ですお願いしますはい。 えっと、お話すごく上手でしたし、まあ、あの、過去のご経験がすごかったので、多分、なんか、私もよく分かってないんですけども、あの、面白くできるんじゃないかなというふうに、ちょっとワクワクしました。はい、ありがとうございます。続いて、桑田社長。はい。ひろゆきさんと戦いすぎ !250 万円。<laughs> ありがとうございます。<ー>はい。あのー、か してるお怪すいません終始、はい、なんかもったいないなと思ってなんかゲームの話よりもなんかこれが広がったらとかなんかそういう話もうちょっと聞きたかったなっていうのとラストステートメント、はい、めちゃくちゃ短すぎ <laughs>、はい、すまん、やっぱちょっともったいないですねいろいろとただまあちょっと代理店とか面白そうだなって思ったし5万円でお店開けるなら一回やってみてもいいかなってのを含めて、はい、そういう人 やりたい人いるんじゃないかなって思いました、はい、ありがとうございます頑張ってください、はい、じゃあ最後に安藤社長お願いしますはい100万円です届かなかったですねなんか最後にあの一口ぐらいなら応援してもいいかなと思って100万円にしてみましたちょっとあのもう少しこれお金の使い道だったりとか、はい、あとはえー、なんか 競合優位性みたいなところとかどうやって売っていくのかとかいろいろ鍛えることがあったんですけど話が長すぎてはい、すみませんそこまでたどり着かなかったのでありがとうございますでも同額したい人いたら同額して800まで持っていければお願いします一応ルールがあってこの場合はお金を現時点で出している人がこういうトラを条件付きで出しからいけるんですよ あの視界何？何ですか？あとちょっとじゃないですか。ほらすげえヘラヘラしながら出せよみたいに言うじゃないですか。えひろゆきさんどう思ったんですか。いやその他のオンラインカジノであの入り口だけアフィリエイト作っておけばずっとそのユーザーがお金を落とし続けるモデルってあるんですよ。 なので、既存のインフルエンサーだったらそれ使えばいいだけで、リスクで自分からお金を出して、で、その集めて、で、そのユーザーが僕に対してお金を払ってるってなると、やっぱり僕のレフテーションリスクが下がるじゃないですか。うん、そういう人が10万円損した。でも僕のリンクで入って、こっちのカジノで10万円勝手に使いました。何パーセントもらいましたって、モデルはすでにあるんですよ。だからそれ使うだろうなと思って。うん。反対意見でした。<laughs> <laughs> まさかの、<laughs> <laughs> 出せ出せ言いながら、反対するって、出せねえな、今の。<laughs> <laughs> ええー、残念ながら、希望金額には達しませんでした。ということで今回あと、ありがとうございました。お疲れ様でした。えっと、ちょっと最後に、伊達さん、一言あれば。皆さん、本当ありがとうございました。なんか、今回、ちょっと、いろいろと、まあ。話っていうか、今、いろいろと、なんか。 主催がね、突然なくなりまして、僕も令和大好きだったんで見てて、本当びっくりしまして。まあでも、こうやって、またね、新しくいろんなことが、あの、できるっていうことはすごくいいことなんで、またよろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。はい、えっと、じゃあ今回ナッシングだったので、はい、僕から最後一言ですけど、あれだけ喋るの大好きな人がラストスペートメントなんで喋んなかったんだろうっていう、<laughs> なんか逆にちょっとなんか、 不信感になっちゃったんですよね。<ー>そのなんか事業はこうだよ、こうだよ、こうだよって言うけど、じゃあ最後に自分自身で一番伝えたいことをどうぞって言ったらないですみたいになっちゃうと、だからそこはなんで最後諦めちゃったのか逆に気にるんですよね。もうなんかおっしゃってるんです。すみません

UPC ポーカーの可能性を追求する志願者の挑戦前のめりで挑むタイガーファンディング札束が動き始めるも結果は残念ながらナッシングで終幕場の空気を作り上げるも完全オールまでは届かず司会ひろゆき虎たちとの激論に苦戦を強いられた 男の背中を見送りトラたちは次なる志願者を待つ仲間とつながれるトラとつながれる「令和のドラファンクラブ」入会はこちらから